じゃじゃん、おはようございます。今日もティラノは快晴、超気持ちいいです。ドゥ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 ン、まぶしい、太陽がまぶしい。ティラノの町とリンゴ畑、そして目の前はブドウ畑です。今日はですね、ちょうど、1月でブドウの木の剪定時期です。そしてちょうどいいサンプルになりそうな場所を見つけたので撮ってみました。名付けてブドウの剪定ビフォーアフター。まずこちら、斜面に左右にブドウ畑が広がっております。左側が剪定前ビフォー、右側下の方がアフター。お分かりでしょうか。アップで見てみましょう。トゥトゥン、こちらがビフォーですね。根っこから伸びてきて、去年すくすく育った枝がたくさんあります。で、全体的にブドウ畑を見ても混み合ってますね。これが剪定前、そして右下に行ってこちらがアフターでございます。例としてこの苗を見てみましょう。幹があって枝がたった2本、長いのが手前に1本と短いのが奥に1本と、大変すっきりしています。ぶどう畑自体もとってもすっきり、見晴らしが良くなってますね。こんな感じです。アフターとこっちビフォー、ほらね、このように毎年ブドウの木をこの斜面の畑に人が入ってですね、当然枝の一本一本を手で切っていくわけです。大変な労力ですね。お百姓さんありがとう。そして今日もイーラはブドウ畑のお散歩でご機嫌です。イーラ、ほら、ちゃんと名前もわかってるね。おーし、ブラーバイーラ、グアルダミ、グアルダミミダヨンバーチョ、はい、虫じゃあ散歩に行ってきます。またねー。